リアルサウンドをご覧の皆さん、僕たちは D2Texas です。はい、僕は青色担当の飯山優太です。はい、パープル担当矢島真奈です。はい、ブラック担当の渡るです。はい、スカイブルー担当ファッション王子中島拓人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リアルサウンドワンオブレコメンドということでですね、ここに今3つのカードがございます。その中から映画、テック、ブックの3種類のジャンルをそれぞれ聞いてですね、それぞれ僕たちのおすすめを、皆さんにお届けしていきたいと思います。よし、じゃあ早速、はい、もう1人目から聞いていきましょう。なんか緊張する隠れてそうですね。じゃあ一発目、マナヤ、はい、行っちゃって、やっぱり真ん中。おー、なんですよ。パッ、テック、テック、おお、メンバーもみんなも多分知ってると思うんですけど、ウィニングイレブン2020、おお、アプリね。はい、これね、もう楽屋でみんなでやるじゃないですか。知らない。知らない。一緒にやっていつも僕に負けるやつですよ。もうスポーツ好きなメンバーもね、多いから、やっぱりこれ戦ったりして遊んでるけど、なんかみんなもちょっと違うゲームたまにしてるんですよね、最近。やってますね。あの、はい、コールオブデューティーモバイルっていうゲームがありましてですね、基本的にね、ユッタと俺とタクティとあとね、ユジンとかみんなでやってるんですけど、5対5で、銃を持って戦うっていうゲームなんですけど、めちゃめちゃ面白いですね。ユッタと弱くて弱いんですよ。おいおい、ボコボコに昨日ボコボコにされて悔しがった。これシャッフルして、続いてまたじゃあ渡るが行こうか。じゃあ、オッケー、じゃあ、はい、もう、オッケー、見えてない見えてない、もともと見えてない。どうした。俺的に100点。あ、ほんと、いきます。じゃじゃん、じゃん、映画、映画、映画と、ずっと僕が大好きなんですね、仮面ライダーの映画。僕、仮面ライダーがすごくすごく好きなんですけど、その映画がやるってなって、メンバーみんなに全員に誘ったんですよ。一人ずつ、しかもちょっとこっそりと。12人綺麗に全員に断られたんですよ。どう思いますか皆さんね。しかも騙してきた、遊園地行くみたいなノリだった最初。別のもので釣ってきた、別のもので釣ってきた。なんかその某遊園地のとこに映画館もあるところで、はいはい、で、ちょっとタクティにそこの遊園地行くわ。タクティ、え、マジで行きたい、行きたい、車で迎え行くわ。そうそう、でもね、ちょっとさすがにその日になって騙すのは、だから前日ぐらいに、明日実は映画館なんだけど。そう、ちなみに何の映画ですか。仮面ライダーです。絶対行かない。じゃあ続いて3人目いきますか。じゃあ、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 バクティ。はい、中島いきます。はい、でーん、何、映画、映画、連続で来たよ。いいじゃんね。映画といえばですよ、はい、唯一ずっと見に行ってたのは、あのワイルドスピード。あー、言ってた、言ってたね。っていう、カーアクションの映画があるんですけど、うん、最初の1、2ぐらいは本当に車メインの話だったので、どんどん SF 映画みたいになって、どんどん自分の好きなもののジャンルの心をえぐられていくっていう映画になってって、車好きですね。車大好き。唯一ワイルドスピードだけ映画館で見る。なんか男を楽しませるよね、うん、だってさ、運転しててボタン押したら超速くなるよ。確かにね。やばいよね。音楽も楽しいしね。歌、ね、もいい、話題になるよね。そう、じゃあ最後かな、これいきます。はい、じゃん。映画、多いな。映画大好き、映画大好きな人みたいになってるね。まあでもこれはもうね、皆さんにおすすめしたい映画が僕一つありまして、なんとですね、僕たちが、サードシングル「証」という CD を出したんですけども、そのシングルがモチーフになった映画が来年公開予定となっております。そうなんです。そうで、うん、同じメンバー。あのメンバーから僕と飯山優太と、あとは結城和也っていうメンバー2人で出演してるんですけども、あの来年公開予定となっていまして、またね、詳しい情報などは僕たちのね、もう SNS からドドンと出していきますので、うん、もうおすすめの一押しの映画です。ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでですね、僕たちのワンオブレコメントでした。ありがとう。はい、では僕たち B2TX からお知らせをさせてください。はい、12月23日新宿ブレイズにて B2TX7 周年ワンマンライブがございます。イエイ、イエイ、ありがとうございます。はい、7周年、ぜひ皆さん要チェックです。よろしくお願いします。はい、今絶賛発売中なんですけど、サードシングルの証が発売されました。この曲はですね、本当に僕たち12人の、それぞれの思いを
背負って僕たちが頑張ってきた、証を、届けようという曲になってますので、皆さんたくさん聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。 B2 Takes これからも頑張りまーすお知らせじゃないんだよお知らせ頑張るお知らせしよう。頑張るじゃんね、はい、全力で頑張る、ね、はい、いろんなところで僕たち B2 Takes もいろいろねイベントしてますので、ぜひ、SNS などのホームページ検索していただいて、僕たちのライブにも遊びに来ていただきたいと思います。それではまた今度は生でお会いしましょう、うん、以上僕たちはB2 Takes でした。ありがとう。